はい、それでは本日は一級建築施工管理士の学科試験平成29年問30番建築学ドアセットの性能について解説していきたいと思います問題は番組タイトル下の説明欄に記載されてありますのでそちらからご覧,ご覧ください日本工業規格実のドアセットに規定されている性能項目に関する記述として最も適当なものはどれかえこの問題なんですけども今回スイングドアセットそしてスライディングドアセットというものが出てきますまずこの2つの問題を解説してもそのまま一気に問題に入っていきたいと思います まずですね、このスイングドアセットというものは何かというと、ちょっとこれ絵では分かりづらいかもしれないんですけども、上下ですね、上下というか、その、シュッて、なんて言えばいいんですかね、こう、面外の方にこう開くドアのことですね、あの、なんか給食センターとかの扉というか、なんて言えばいいんですかね、まあ、このように、上,上下というか、外と内に開くようなのが、まあ、スイングドアセットになります。 で基本的にこのスイングドアセットに関しては検査項目のちに11項目あるんですけどもそれが全部,全部として、まあ、原則として全部必要になってくるという流れになりますそして次にスライディングドアセットというのはこのようにかま、えー、とあとは、えー、この上部の、えー、上部にスライドレールがあってそこにそこでガラガラガラと、えー、面打ちの方向に移動していくものこれが、えー、スライディングドアセットになります、まあ、こちらに関しては、えー、性能項目について11項目あるんですけどもその中で、えー、ねじれ強さそして延直強さ、えー あとは対衝撃性、あとは面打ち変形追随性が検査項目に適用しないというので覚えておいてください。まあ、正直、これもうねじれ強さとか、えー、延直強さに関してはもうこれつられていたり、あとはねじれても別にあまり強度は関係ないので基本的にこのような検査項目に関してはまあ適用しないという流れになります。まあ、基本的にこの問題に関してはあの暗記になるのでなかなか非常に難しいと思うんですけども覚えていただければと思います。平成25年の問題に関しては スイ,ングスイングサッシとあとはスライディングサッシも出てきています。一応こちらにですね、あの、性能項目をガッとまとめたんですけども、基本的にこのスイングドアは全部、全部性能項目として入ってます。適用されます。そして、まあ、スイングドアとスイングサッシ、あとはスイングスライディングサッシに関しては、このねじれ強さ、延長強さ、そして対,対衝撃性、あとはこの面打ち追随性、 に関しては、えー、適用になってないので、まあ、このように、えー、覚えていただければ、まあ、大丈夫なのかなと思います。まあ、少し覚えづらくなる、覚えやすくはなるのかなと思います。スイングドアに関しては全部、全項目。そして、スライディングドア、スイング差し。そして、スライディング差しは同じところ、全部同じところだけが、えー、性能が求められて、えー、適用されていないので、こちらも覚えていただければと思います。ではですね、今回の問題、えー、ちょっと読み上げる前にですね、えーまあ、結論、答えだけ言っておきます。その3番の、えー、スライディングス スライディングドアセットでは、スライディングドアセットですね。では、ねじれ強さが規定されていると書いてあるんですけども、スライディングドアセットに関しては、ねじれ強さは、検査項目に適用しないという流れになるので、この3番が間違っていることになります。あとの項目に関しては、検査項目に必要、必須の性能項目になりますので、1、2、4は正解となります。以上のことから、今回は3番が間違っているので、3番が答えとなります。